外部探査針の打ち込み完了。競争防壁の突破を確認。ルート79を経由して対象への接続を開始します。ネットワークにつながったようじゃな。これで古代人の秘密はわしのものじゃ。状況を報告せよ。思考アーキテクチャのデフラグメンテーションを開始します。分割思考ストレージ個数を1から8番に変更。大容量伝達デバイスを3番から8番に転送開始。新規発生エラー数すべて予想の範囲内を推移。ここにカオスエメラルドの反応があったのか。俺たちで阻止しないとな。そこを無視した力場で操縦の結果が変化してる。ロジ